京都生まれの常滑王子丸野和樹選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。常滑、丸野選手にとっていろいろと思い出深い。そうですね、いろいろ相性もいいですね、うん、はい。まず相性がいいというと、こう G1 の初優出。そうですね、ヤングダービーも、はい、その前にね、うん、準優に乗ってすごい活躍できたのもここで。あ、そうなんですよ。だからそうなんや、はい、だからそのいろいろとこう自分がこうレベルアップしていく段階で、うん、なんか常滑はすごいその節々にあるというか。あ、へー、はい、優勝もしてるしね。はい、その後も優勝もさせてもらいました、うんうん、はい。さあ、そして、トースポウェブのこの動画といえば、はいはい、なんと我らミストースポの、はい、藤井奈々ちゃんも、はい、すいません、結婚されてね。はい、はい、それはどこで。あ、これも常滑、ね。はい、この動画が恋のキューピッドでしょ。そうですね、はい、ね、顔がもうどうしよう赤なってきてる。赤なってきてるから可愛い。いや、いや、いやですよ、もう、はい、勝負師とは思えんぐらい可愛らしい顔だと思ってる照れてしまいますね、はい。ちなみに、今回は、はい、まあ、でも奥さん元気されてますもん。あ、はい、もう元気してます。元気してます。はい、元気します、はい。あの、そうですね、動画も多かったんで、はい、これが出会いのきっかけになって、うん、まあ、はい、すごくね、うん、同郷で全然言葉が出てこないので、あの時は地元トークしてたもんね。そうですね、うん、はい、その辺にしときます。わかりました、はい。今回はね、アイドルといえば誰。あ、やっぱ AKB とかももう黒じゃないですか。あ、平成、平成ですよね文句ないな、はい、あ、そうやね、はい。好きなのアイドルとかは。ももクロは好きですね、それなりに、はい。まあ、好きやわな、はい、好きやからこそ奥さんもタレントさんやねん。まあ、いや、まあ、そういうわけじゃないですけどういう、はい、すごく気があったというか、はい、まあ、そんなももクロとか見に行ったし、DVD とかのライブ DVD は結構いっぱい持ってますね。結構宿舎とかにも持ち込んだりするの。持ち込んだりします、はい、めっちゃ好きやん。でもそれより好きなのはミスチルなんですよ。あ、そうなんや、はい、まだ好きなお前、はい、そっちは昭和なんですけど。こっちは昭和、はい。じゃあもう音楽が好きなの。もう狭く深くって感じです。ええやん、もう狭く深く好きになったらとことん、うん、ガッと。もうその辺の探求心がボートレースにも生きてんのかな。ちょっとあるかもしれないですね、うん、なんか広く浅くっていうのがなかなかできなくて、うん、好きになったらもうとことん行ってしまいます。はい、だって広く浅くできる世界ちゃうもんね、ボートレースって。そうですね、はい、水面ではアスリート、はい、陸上ではエンジニアみたいなね。まあ大げさに言えばそんな感じで、はい、でももう奥が深いですね、うん、はい。まあでもその探求心がこれからますます丸の数でそれで強くしていくんだと思いますけど、はい。今節ですけどどうですか、はい、2日目超えて、はい。まあ、さっきのレース2頭で、うん、なんとか準優も見えてきてるので、うん、しっかり準優乗りたいなと思います。それではファンの皆さんに一言ご報告をお聞かせください。はい、トースポーウェブチャンネル、はい、お世話になりました、はい。これからもっと一流の選手になれるように頑張りますので、あの、応援よろしくお願いします。丸野選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。